はい、こんにちは。村野聡です。今回はですね、5月の指導大全についてお話をします。第3回オンデマンドセミナー5月対策講座、授業の仕組みを作り上げる、2024年4月27日から5月6日まで10日間、好きな時間に何度でもご視聴可能です。はい、今ね、ゴールデンウィークに入っていますけども、このゴールデンウィークが終わった後ですね、終わった後、いよいよですね、本格的に1学期が始動します。まあ4月をある程度準備期間というふうにすると、5月から本格的に授業のことをやっていかなきゃいけないんですね。で、まあ今まで5月に関して、こんな指導したらいいんじゃないかということをね、たくさん動画にしていますので、過去の動画をね、全部ここに収めましたので、よかったらね、全部見てほしいなと思います。で、5月をね、どういう方針でやっていけばいいのかということはつかめたらですね、今やっています第3回オンデマンドセミナー5月対策講座ですね、こちらの方へ参加していただけると、本当にね、この5月うまく乗り切れるんじゃないかなと思いますので、よろしかったらね、そちらにもご応募ください。はい、では動画を始めます。スタート。4月まではですね、授業方針の確定ということで、子どもたちにいろいろお話をしてきたと思うんですね。または新しい学級がね、楽しいとこだよということを示すために、まあ、特別な授業をしてみたりね、いろいろなことがあったと思うんですが、5月から実際に授業として提案をしていくというのが本格化してくると思います。もちろん4月にもそういう部分はあったと思うんですけども、まあ、5月からはもう本当にね、まさに先生の考えている授業方針、授業提案をしていくという時期になってくると思います。で、この5月っていうのはですね、本当に大事で、ここから実際の授業提案をしていくんですが、まあ、私の場合はですね、基本的に1学期ですね、この7月までに教えるべきことを全部教えるということを方針にしていました。で、ここに書いてあるんですけどね、教えることはほぼこの1学期の間にもう教えてしまうんですね。2学期からはその習熟を図っていくということです。まあ、基本的な方針を授業の中で教えて、でも最初はなかなかうまくできないんですけども、まあ、それでもいろいろ教えてって、そして2学期からそれを繰り返しやっていくことによって、子どもたちに技能として身につけていくというのが2学期になります。まあ、ですからね、原則として1学期の間に教えるべきことは全部教えてしまうんですね。そして2学期からその習熟を図っていくというのが、まあ1年間の大きな狙いになっています。今ね、皆さんやっと4月のこの授業方針の確定提案が終わって、少しね、ほっとしてるところだと思うんですよ。そこでちょっとね、時間を見て考えてほしいんですけども、5月から7月までに一体この1年間を通して何を教えておくべきかを考えてほしいんですね。まあ、特に大事なのはこの授業の型ですよね。自分の教えたい教育的な内容をどういう授業の型で教えていけば子どもたちに届くのかということを考えていくんですね。5月はそのスタートになるわけですよ。もうとにかくこれからこうやって授業していくっていう方針を決めといて、この連休中にね、先生方に決めといてくださいね。決めておいて、で、それを実際に5月の連休明けからスタートしていくわけです。で、まあ例としてね、授業の方として国語で言おうと思うんですけど、例えば物語でしたら私は、まあ、基本的に討論のような形を目指してるわけですね。これまでいっぱい動画出してますので見てください。討論のような形にしていきます。そのために1学期には、まあ討論という形もするんですけど、それよりも前に集合値というね、川田貴文先生の提案されている集合詞という授業ができるような形にしていきます。まあ、質疑応答の授業ですね。何か読み取ったことを黒板に全員に書かせて、それについて質疑応答するという授業から入っていきます。まあ、それをね、変化させることによって討論が生まれていきます。そして作文ですね。作文はいつも3つのステップで教えています。まず試写ですね。試写をすることで、正確にそこに表現されている作文の型を理解させます。その次に修正ですね。1番の試写で身につけた作文の書かせ方ですね。それに基づいて2番で少し違った形のものを示して修正させていくんです。ステップ1のような形に修正していくんですね。まあそういう段階。そして最後の段階が実作といって自分で作文を変えていく段階ですね。まあそういうのを教えていきます。で、説明文であれば教科書のね、あの長い説明文をすごく短くして1文1段落ぐらいにしてね、全部でそうですね、12345 6分ぐらいの説明文に書き換えて、でそれを提案して、でそこから逆にね、長い作文の方を見ていくという形で説明文を理解させる指導、まあ、そういうことも全部私動画で発表していますので、是非これご覧になってください。まあ、そういうことをですね、授業の方として教えていきます。で、この授業の方で教えるっていうのは、そのことを教えることによって他の教材も全てその見方で、その考え方で読み取ることができるようになるわけですね。物語も作文も説明文も同じ方で全て学ぶことができるように教えていくんですよ。ですから5月、まずそのスタートですね。まずこういう型を教えるところから入ります。そして6月7月とまあ続けて教えていくわけですね。で、2学期からその2度目3度目度目の修飾が入ってくるという感じになります。はい、というわけでね、5月はあなたの学級らしい授業へ向けて様々な提案を子どもたちにしていくという場面になりますので、是非ね、先生方このゴールデンウィーク中にやるべきことといえば、どういう方針で1年間子どもたちに教えていくか、これを確定する貴重な時期になりますので、そのことをね、休みながらも時々考えていただけたらいいかなというふうに思います。はい、いよいよゴールデンウィークも終わって、明日から学校が始まりますね。子どもたちも楽しみにしてる子もいると思いますし、また一方でね、不安になったりね、学校ちょっと行きたくないなと思ってる子もいるかもしれません。まあ、それぞれの子どものそんないろいろなペースをですね、元に戻す方法について今日はお話をしたいと思います。まず1つ目、教師がどんどん進めるっていうことですね。4月のペースを子どもたちすっかり忘れてますから思い出させるようにしましょう。まずですね、やるべきことを次々と体感させるんですね。これ大事なのは体感させるというところですので、子どもたちに体験させる形で思い出させるのが一番いいと思います。ですから声を出させちゃうとかね、あとゲームをして楽しませちゃう。あと掃除体験なんかもこうだったなっていう形で思い出させるような形で進めていくんですね。で、その結果子どもたちはこのクラスはこうだったなっていうことをね、やりながら思い出すわけですよね。我々大人もそうじゃないですか。しばらく忘れていたことをね、思い出させてもらってこうやってみると、あ、そうだ、こういうことを自分たちは今までしてきたんだっけなって思い出しますよね。まあ同じです。子どもたちにも4月の最初からね、先生がずっと進めてきたことを思い出させる。こういう体験をさせることが必要だと思います。ただしですね、やる気が出せない子供っていうのもやっぱりいるわけですよ。実はね、4月から結構頑張って無理して、4月いっぱい頑張ったんだけど、ね、この連休が明けて5月からなんとなく学校行きたくないなっていう子もいるはずなんですね。ですからそういう子をしっかり把握して対応することも一方で必要です。まあでも基本はですね、教師ができることをどんどん進めていくのがいいんじゃないかなと思います。そのうち子どもたちはね、あ、このクラスはこうだったなって思い出しますので、その思い出していく中でこうまたね、元の姿に戻していくっていう形をとっていくのがいいんじゃないかなと思います。はい、そして2つ目ですね、黄金の3日間の再現です。子供はね、もう黄金の3日間に先生がいたことなんかを結構忘れちゃってる子がいるんですね。ですからこれをね、とにかく最初は子供に言わせて思い出させるんですね。4月は多分先生がほとんどのことを言って、学習するときはこの3つが必要だよっていうような形で進めてきたと思うんですが、今回は黄金の3日間の再現なんですけども、違う点はね、子供に言わせるというところなんですよ。先生が全部分かっているんだけども、それを言っちゃうんじゃなくて、先生が言った3つは何だっけって子どもたちに言わせるんですね。で、思い出せないことは言ってあげて、こうだったよねっていうふうにして、黄金の3日間をもう一度再現するようなつもりでいいと思います。ですから順番1、2ってこうなってますけど、2番が先かもしれませんね。こっちをやって、でそれから教師がね、じゃあ実際やっていきましょうっていうんで、どんどん授業を進めていけばいいと思います。私は今までね、こういう形でやってくることが多かったですので、それであんまりね、5月になったからといって、なんか子どもたちはものすごい変化してるっていうこともなかったんですね。ただですね、一番下に書いたんですが、教師での、すいません、間違えました。これ、教師じゃない、教室ですね。はい。教室。はい、ごめんなさい。教室での子供の表情には何々があるんですよ。はい、これ何が入るか分かりますか？これ、嘘があるなんですよね。ですから私もね、結構気がつかずにね、この連休明け、このペースでやってきてしまってましたね。子供たちはだんだんそれでこう慣れていけばいいんですけども、教室での子供の表情にはね、最初はね、この5月の最初ね、嘘がちょっとあるんですね。平気な顔してるようでも、本当嫌な気持ちで来てる子もいるんだと思うんですね。ですから、そのことはね、やる気の出せない子を把握するというところとね、関連させなきゃいけない部分も出てくると思いますのでね、そこは気をつけてください。ただ、1番、2番をね、どーっとやっていけば、なんとなくまた4月の最初に戻って、子どもたち、なんとなくこうね、先生のペースに引っ張られてね、ついてくる子が多いとは思うんですけどもね、その辺はちょっと注意してください。5月も半分ぐらい過ぎてしまいましたね。あっという間ですね。新しい先生の理解がそろそろ子どもたちの中で確定する時期に入りました。はい、今回の先生はどんな先生かなって4月の最初思っていましたけども、4月が終わり、そしてゴールデンウィークになって、1週間程度経った段階ですよね。そこでですね、子どもたちも新しい先生の理解がそろそろ確定する頃になっています。で、これで A か B に分かれるんですよ。大きなね分かれ目がここにあるんですね。まずね A ですね、クラスが毎日変化に富んでるクラス、これはね私が以前この動画でちょっと紹介しました。この動画で紹介した通りですね、5月から7月にかけて教師はある指導を展開していくっていうパターンですね。で原則的には1学期にある程度いろんなことを教えといて、2学期から自分たちで子どもたちが使いこなせるように鍛えていくというプランです。ですからクラスが毎日変化に富んでる5月から7月毎日いろんなことを教えてもらうという時期ですね。この子が喜んでる時期です。こうなるとクラスもどんどん新しいことに挑戦するので、子どもたちもどんどんそれに乗っかって調整を繰り返していくんですね。それに対して B の方が心配なんですよ。これが本当心配なんですね。クラスが毎日ワンパターンに陥ってしまうんですね。4月までは何か新しいことをちょっとやってね、この先生面白いなってやってきたんだけども、で5月から7月にかけてのスタートですよね。そこで、毎日ワンパターンに陥る授業ですね。5月から「てんてんてん」って書きましたけどね、何かね5月から7月に向かっていくパターンではなくて、5月から何か毎日同じようなパターンの授業しかないという、そういうね形式ですね。それが B なんですよ。5月っていうのがこの全体の1年間の中のどういう位置づけかということが分からないとですね、なんとなく B に陥りやすいんですね。私も若い頃この B に陥ってましたよ。ですからこの A のパターンですね、どういう設計で1年間このクラスを作っていくかというのは考えておかなきゃいけないんですね。はい、例を見てみましょう。1番物語教材ですね。普通に教材ごとにね、授業していくパターン、これがB のパターンですね。で A のパターンは分析表のようなどんな教材を与えても全てその方法で分析することができる。しかも分析された内容は教材によって様々違うというパターンの例ですね。これも分析表については私たくさん動画出してますのでね、是非ねご覧になってくださいね。そして算数もそうです。いわゆる問題解決の授業というのをねばっかりやっていくんじゃなくて、教科書通りの授業をきちっとやって、で単元末にねちょこっと問題解決的なことをやるとか、そういうふうに教科書もできてますので、そのパターンでやっていくべきだと思うんですね。これを問題解決のパターンで最初から全部やっていくとですね、どうしてもわからない子が出てしまって、算数の時間学力が上がらないという子がねたくさん出てしまうんですね。はい、そして3番の社会科もそうです。教科書をただね読んでなんか先生が適当に喋って終わるような授業って結構多いですよ。学校でね高学年の廊下なんか歩いていくと、社会科の授業をやってるところを見ると先生がね何か社会科のことについて語ってる場面をよく見るんですけども、実はね社会科というのはそういう場面は少なくて、調べ学習とか討論とか子ども中心に進んでいくべき教科だと思うんですね。ですからねこの分析表だとか教科書通りだとか調べ学習や討論のように、その先生の持つ授業の世界観を感じるような授業をですね提供していってほしいなと思います。そうすることによって5月半分過ぎましたけども、クラスが毎日変化に富むこういう学級に持っていけるんじゃないかなと思います。5月から7月に向けて明確な狙いがあって、明確な指導法があって、それに基づいて先生が授業していけば、子どもたちはですねもう毎日夢中になって先生の授業にくっついてくるというふうに思います。しかしこれが B のパターンですね。クラスが毎日ワンパターンに陥って、なんかね目的がはっきりしない、なんかこの1時間で終わりみたいなね、授業をしているとですね、5月半分過ぎた段階で子どもたちが少しね荒れ出したりする傾向があると思いますので、十分気をつけてください。はい、ですからね、クラスが毎日変化に富むような、ですからそのためには教師がある程度目標をしっかり定めてね、1学期の終わり7月の終わりに標準を置いて、そこを目指して授業をしていくことが大事になってきますので、今日はねちょっと難しいお話をしましたけども、是非ね大事なことなので参考にしてください。はい、いかがだったでしょうか。5月というのはね1年間を貫く授業スタイルというものを確定して、で子どもに提案していくというレベルですよね。で1学期はいろんなことを教えていくんですけど、2学期からはだんだん子どもたちだけでできるようにしていくという、それがですね私の今までの授業の展開でした。ですから授業はね型を与えて、その与えられた型を子どもたちだけでできるようなスタイルに変えていったんですね。でそれに対してね学級系はちょっと違うんですよね。学級系の方はいろいろな変化をつけて、飽きのこないようなね学級系というのがいいなというふうに思っています。でもねとりあえず5月は授業のことを中心にやっていくのが一番いいと思いますね。はい、というわけでね5月対策講座の方もね是非参加してくださいね。はい、このチャンネルがいいなと思った方はですねチャンネル登録をお願いします。あとコメントもねお待ちしております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。